ルミアちゃん、おはよう。よく寝れたかな？うん、ルミア寝れたよ。よかった、よかった。今日も楽しく過ごそうね。ルミアちゃん、朝ごはん食べようね。あ、姉ちゃんおはよう。今日のルミアちゃんの様子は？絶好調です。このまま大きくなるまでに元気でいてほしいところです。うん、徐々に成長してきているわね。小石、冷蔵庫の中を見て。バター、入ってないかしら。そんなことは分かってますよ。それで実践しようと思います。ルミアちゃん、お使いに行ってきてほしいの。お願いできるかな？ルミア、お魚さんと遊びたいの。大好きなお魚さんと一緒がいいの。ルミアちゃん、お使いに行ってきてくれたら、お魚さんと遊ぼうね。それにご褒美もあるよ。ルミア、行く行く。あ、その気になったみたいだね。では、ルミアちゃん、バターを買ってきてほしいの。わかるかな？うん、知ってる。ルミア、行くよ。行ったわね。果たして無事に帰ってくれるのだろうか。大丈夫よ、あの子ならきっとやり遂げてくれるわ。でもルミアちゃんって、もともと闇に潜む妖怪で、四国妖怪だったんでしょ。まだ小さいからいいんだけど、大きくなるにつれて、人食いするような段階に進んでしまったら、もう止めることは難しいわ。それも大丈夫、私がそんな妖怪までに育てなく、健全な妖怪に育てきるわ。それにルミアちゃんはお魚さんが大好きだったよね。将来的に彼女の好みが合うベースも考えておこうよ。ほら、うちにはお魚さんを飼育するスペースはまだないけど、ある程度工事して、そのペースを設けようと思うの。そうすれば彼女も喜ぶわけだわ。買うとしたら何のお魚を買うの？イッチオサウルス、でも買おうかな。なんで絶滅した魚を買おうとしてんだ。ルンルン、ルミアお散歩大好き。ルミアはお魚さんも大好き。お散歩ももっと大好き。ルミアちゃん、おはよう。ルミアちゃんは一人でお散歩かな？ルミアはお散歩してるの。ルミアお散歩大好き。お姉さんもお散歩好き。うん、お姉さんもお散歩大好きだよ。ルミアはね、お買い物も頼まれたんだ。お買い物をしに行くの。そうなんだ、えらいね。ルミアちゃん、ルミア行ってくるよ。行ってらっしゃい、気をつけてね。ルミアちゃん、おはよう。おはよう。ルミアちゃんはこれからどこに行くのかな。お姉さんに教えてほしいな。ルミア、お買い物しに行くの。そうなんだ、えらいね。よしよし、ルミアちゃんも大きくなったら、賢くてかっこいいお姉さんになろうね。舐めてもらえるように頑張ろうね。うん、ルミア賢くなるよ。ルミア、この街知ってる？ルミアちゃん、おはよう。お姉さんのこと知ってるかな？ルミア、お姉さん好き。ハグしてほしいの。えへへ、お姉さんもルミアちゃんのことが大好きですよ。えへへ、ルミアちゃんとハグできて幸せです。ルミアちゃんはこれからどこに行くのかな？ルミア、お買い物に行くの。ルミア賢くなりたいから、お買い物に行くの。そうなんですか。それじゃあ、ルミアちゃん、頑張ってね。あら、ルミアちゃん、おはよう。おはよう。ルミアちゃんは、お買い物に来たのかな？お姉さんに教えてほしいな。言えるかな？ルミア、お買い物に来たよ。バターを買いに来たよ。ルミアちゃんが言っているのはこれかな？これはバターっていうよ。ルミアちゃんがお買い物するものだね。それ、ルミア、それを買うの？よかったね、ルミアちゃん。おはようございます。一人でお買い物しているの。うん、ルミア、一人でお買い物したよ。えらいね、よしよし。
買ってったよ。あ、偉いね、ルミアちゃん。ちゃんとバター買ってくれたね。おかげでお姉さんは朝飯にありつけれるわ。ありがとうね。あ、そうそう、ルミアちゃんが楽しみにしていたご褒美は。なんか今度、みんなでルミアちゃんの大好きな水族館に行くことになったよ。ルミアちゃん、前から行きたがっていたから、ご褒美として、みんなで水族館に行くことになったよ。やったー、ルミア嬉しいなったら、嬉しいな。